いただきたいと思います。男子カテゴリー1のレース、レースは60分のレースとなります。さあ、そして間もなくですね、トップの選手来ますね。間もなくトップの選手出てまいります。コントロールラインに姿を現してくると思います。さあ、注目ロールのジャッジ見えてまいりました。昨年の千葉県選手権の覇者でもあります、シメタ選手が今1周目のコントロールラインをトップで通過いたしました。さあ、タイム5分切っております。タイム5分切っております。そして2番手通過いたしましたが、鎌田元志選手、チームジャイアントの鎌田元志選手が現在2番手でコントロールラインを通過、そして1つ目に通過コントロールラインを通過しております。トップやはり5分切ってますね。なかなか早いいいペースで周回を重ねております。さすが日本最高峰カテゴリー1の選手たちです。Thank you.
はい、乾杯乾杯、
と。こちらマイポスト BMC レーシングの国井俊選手を今コントロールラインを通過。先ほどよりもちょっと
たします。国見俊夫選手、後半に入ってからめっぽうでスタミナの強さを見せるのが国見選手、こちらにも注目していただければと思います。Thank you.
微妙な。